こんにちは。今日もここから走っていきたいと思います。今日はですね、朝一朝二のレッスンが終わりまして、もう今汗だくです。ただいま12時半、レッスンが終わってちょっとハードワーカーとキリさんと談笑しまして、まあ、これから走っていくな、走っていこうかなと思っています。で今日は、2時半に、堺市の方に行かないといけないので、今日は本当は夕方走ろうかなと思ったんですけども、ちょっと立て続けに何があるか分かりませんので、ちょっと今のうちに走っておこうかなと思いまして、これからスタートしたいと思います。天気の方はですね、かなりいいです。いいというか暑すぎますね。また残暑もいいとこです。なんでこんなに行ったり来たりするんですかね。朝は結構涼しいんで、あ、今日はこんな感じで行けばいいのになと思いながら出勤するんですけども、レッスンやってる途中にもうどんどん暑くなってきて、今はもう強烈な暑さに変わってます。早くこの雑草なんとかしてほしいな。でも時期があると思うんですけども、だいぶ伸びてますね。こんなん初めてです。こんなに伸びたことないんですけども、なんかうまく仕事が回ってないのか、雑草がすごいですね。これしかもこの暑さでこの雑草の横がモワーンとしてて、さらに暑さを増してる感じです。空気が暑いですね今日。まあ大体いつもね、朝8時20分ぐらいにキリさんが来て、でキリさんと、まあ、15分ぐらい昨日何しよったんみたいな感じでいろいろ話して、で、まあ、今後の予定とかで、ね、調整するんですけども、なんせ11月の、19日に出発、ハードワーカー出発します。で時間をねすごい合わすのが大変なんで、ちょっと1日だけ前乗りみたいな感じになると思うんですけども、向こうでレンタカーを借りて運転しないといけないんで、絶対間に合わせないといけないんですよね。ただ時間にちょっとブレがあったりするんで、ちょっと1日前に入った方がいいということで、11月の19日から12月の7日あたり、約2週間ですね、タンパフロリダ IMG に行くことになってます。まあこれで何かしら、まあ見て掴んで帰ってきてくれたらなと思います。だから日本の、ジュニアたちは多分米澤徹さんとか、あとまあその木本さん今回一緒に行くチームとか、あと藤薬品も来てるんですかね。なんかそういうジュニアチームが、何チームか来てると思いますんで、なんか向こう行った時にうまく情報交換したり一緒に練習できたらいいかなとは思うんですけども、まあ、各それぞれチームの、まあ、課題があるんで、遠征のね、まあ、それに合わせて行動しないといけないんで、まあ、大体もう私は3年前に行ってますんでね、まあそこに何があるみたいな把握はできてるんですけども、まああんまりね言わないで、まあその場の感じを見てしっかりね即興で動けるようにしておいてほしいなと思います。昨日 US オープンね、アルカロス優勝して、まあ、13歳からの
そういう経緯、これまで US オープン優勝するまでの経緯をなんか15分ぐらいにまとめてやってたんですけども、まあ、かなりハードワークというか練習をですねやってたという話です。もう試合行って練習して試合行って練習しての繰り返しを、まあ、していましたと。で、体つきが変わってるのはフィジカルトレーニングとか結構しっかりやってるから、あとは体の成長とともに、まあ、いろんなものがついてきた。いろんなものというのはそういうメンタルとか、まあ、スキルもそうですけど、我々でいう心技体、気仙がですね、ついてきたと。ですからあの場だけ見て19歳が優勝したってなると、わあすごいなみたいになるんですけど、やっぱやることやってきたっていうね、ものがあるんで、それはすごい見ててなるほどと思いましたね。だからコーチがやっぱ付きっきりでやってますんで、まあ、それもやっぱりメリットがありますよね。日本の選手はやっぱお金の問題もあってコーチがなかなかね一緒に回ってあげられないっていうのがあるんで、やっぱこう選手だけで回るっていうデメリットはかなりあると思うんですよね。ですから、まあ、今後はねそういう選手の育成するにあたっては遠征にきっちりついていってあげれるような仕組みをやっぱ作っていかないといけないと思いますので、今チームグランドスラムやってますけども、まあやってるっていうか、あのまず形作りねしてるんですけども、その時にはやばい、これ多分花粉ですね。花粉というか雑草アレルギー、鼻水が止まりません。目もかゆいし、今日はちょっと血が熱いし、アレルギーはあるし、タフなランニングになってますね。これはここね、ちょっと大阪市の市役所に行ってきました。でやっぱり今も万博もありますし、まあ、いろんな取り組みがされてるなっていうのはね、入口入った時にいろいろこう上りがあったり模型があったりして、ヘルスケアパビリオンみたいなものが設置されるというね、まあそういう健康についてのパビリオンが、あれどこかな、ちょっと場所までは調べなかったんですけども、まあそれと似たようなね活動を機能はしに行ったわけですね。で、まあ結構な方々嫁と会話したんですけども、まあ非常に夢のある話やと、面白い話やと、いい話やということで、引き続きまあ、いろいろ状況精査というか、周りの状況が一体どうなっているのかっていうのを調べてもらうということになってます。で、まあ、我々もね一応次の手、そのまた次の手をねちょっと考えてやっていかないといけないなと思うんですけども、またこれは実際動き出したらね、まあ、皆さんにお話ししたいと思いますが、まあ、ずっと考えてやっとけば、何かしら少しでも活動しておけば少しずつねそっちの方向に寄っていけると思いますんで、引き続きやっていきたいなと思います。最近はやっぱもうそういう資料を作ったり、まあ、営業活動したり、
バタバタしてますけども、まあしっかりね頭の中整理して動けばそんなに死ぬほど働いてるっていう感じにはならないんですけどもね、やっぱり動き出さないと何も始まらないんで、自ら行動し自ら作り出す、まあ、これがね、まあ、これまでいろんな清風高校行って中央大学行って株式会社理工で行って長尾谷にやって、まあ、起業してね、まあ、それが、まあ、行動の指針になってるわけですけども、まあ、それはもうずっとね継続してやっていきたいなと思います。で一回まあスタッフだけでもいいからみんなでちょっとね US オープンとか見に行きたいですよね。はい、まあ一番いいのはコーチとして行くのが一番いいんですけども、やっぱあの空間をね味わってもらえたらいかにあやばい、これはくしゃみが止まらん。お祭りですからね、もうくしゃみが出そうで出ません。日本の大会見たらやっぱちょっと寂しいなと思いますね。楽天オープンにしろ HP オープン、まあ今は富士学院の大会ですけど、ね、やっぱこう規模が小さいなと思います。でやっぱ日本の大会楽天オープンって言ってもなかなかね、お金を出して誘致しないと選手も来てくれないと。でそれは何でかっていうと、やっぱり1大会しかないですよね。だからヨーロッパの選手なんて時差が結構厳しいと思うんですよ。で時差に慣れるのに、まあ、大体1週間かかったりしますし、でそれで1週間1試合しかないのに1週間前に入って調整して、で試合終わったらもうないみたいな、すごいそのスケジューリングがもったいないというか。でも中国とかの試合に行けば、まあ、上海とかいろいろな大会が重なって3大会か4大会週変わって連続であるんですよね。でそうなってきたら選手もね、そんなに動かないで一気に試合ができるんでメリットがあると、なんかそういうことがあるんで、なかなかいい選手が日本に来てくれないというのは1大会しかないと。だから、まあ、大阪、東京で1つ、名古屋、そして大阪で楽天オープンぐらいの試合ができたら、ひょっとしたらヨーロッパ系の選手たちね、こぞって来てもらえるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱあの規模やろう思ったら今の日本ではなかなか難しいですよね。まあでも円安なんで、個人的にお金使うんやったら海外の人は日本に来たらいいと思うんですけどね。なんせまだまだテニスはどちらかというとマイナーなんですかね。やっぱこう楽天オープンとかあれぐらいの大会がやっぱしづらいですよね。まあ、自分ができたらいいんですけど、そんな、なかなか難しいんじゃないかなと思いますね。今日のパワースポット、めちゃくちゃいい天気、今背中に太陽感じてるんですけども、めっちゃ暑いです今日。これはもう8月中旬というか中頃の暑さぐらい来てますね今日は。あ
なんかドローンがブンブン飛んでます。ということでこれからセンターに戻って、サーキットトレーニングをやって、でご飯を食べてから、着替えて堺市の方にちょっと行きたいなと思います。まあ、大体堺市は20分から30分ぐらいで、まあ、行けるんでそんな遠くはないんですけど、昨日は下道で行ったんで1時間ちょいかかりました。で会話が面談が約1時間なんで、まあだいぶ、まあ、夢のある話とかいい話とか面白いと思ってもらえるような、提案がプレゼンができたんじゃないかなと思います。今いろいろね、長井公園とかもあのスポーツ環境が開発されてますんで、周りが今やってる提案も内容によってはちょっとは進むんじゃないかなと思います。まあそれとね同時、まあ、並行で、センターのねこう開発もしていかないといけないので、クラウドファンディングとか、まあ、その他いろんな人に、まあ、先輩とか話ね持ちかけて、なんせ自分が人脈ない分はちょっとね先輩たちにお願いして、まあ、私のこれまでの取り組みを理解してもらって、なんかこう繋いでもらえる、そのために昨日電話したんですけども、まあ、とりあえず資料を送ってくれということだったんで企画書を送りました。まあ、その先輩は、まあ、今井のことをよく知ってくれてるんでちょっとは協力してもらえるんじゃないかなと思います。大学の時ねかなり頑張ってたんで、まあ、そういう姿をね見てくれてた先輩とか、あとは、まあ、あんなことやりたいこんなことやりたいと思って理科を辞めた時のそのあんなことこんなことがですね実際にできたんで、それがまあ説得ですよね。これまでの実績が全てのプレゼンなんで、まあ、その内容を見て、動いてくれるか動いてくれないかね、協力してもらえるかどうか、ちょっといろいろ話を持ちかけていきたいと思います。本当は富田林の中でねいろいろ有力な方というか、まあ、資産家プラスそういうスポーツの力で地域創生みたいな活動に興味のある方々に、まあ興味のある方に協力してもらいたいんですけども、なかなかやっぱこう発信が難しいんで、まあいろいろ動いてるんですけど、今日は本当にもう暑いの一言ですね。日陰にいるとそうでもないですけど、やっぱ日差しがきついんですね今日は。よし走りました。今日ももうこれでだいぶ3ヶ月か4ヶ月かずっと続いてますね。鼻水がやっぱり全然止まらない。今日のこの汗はまた半端ないです。ちょっとですね、まだやっぱお客さんとね鉢合わせになるとちょっと恥ずかしいかなと思いますんで、ちょっと駐車場を見て、いなくなってから上がりたいなと思います。今日はここでですね、終わりたいと思います。それでは。